どうも影やんです。今日はですね検証するためには継続が必要ということについてお話ししたいと思います。 えまずね僕は何かこう今年に入ってからそういう考え方になってるんですけども何かをこう始める時にもちろんその何かをやってみようというふうに思うことがまず第一なんですけども面白そうやからやってみようとかちょっとこういうのに挑戦してみたいなということでこう始めていくんですけどもその始めながらねえーこうまあ最初はやっぱできない。 最初というか今もできてないことって多いんですけどもそのやっていく中でですねこれを続けていったらどうなるかっていうのをこう検証していく気持ちそういう思考になってるんですねちょっとこうやったらどうなるかなっていうこれで続けてみてどういうふうに結果どうなるかなということをこう検証してみようっていう,こう意識というかそういう思考でですすすねそそれになるんですそうするんうとですね。 えー、継続がしやすくなるというかその継続するそのハードルが低くなるというかですねその検証なんでそれはまあまあ言ったらその努力というよりはですね努力は努力なんですけどもその努力をするんですけどもそれは検証のためやってるんで、えー、自分が冷静にもなってると。 いうことです。その行動一つ一つですね。例えばダイエットのこともそうですし、えー、まあ、健康のためにやってることもそうです。 で、えー、空手の稽古でやってることで体の使い方でやってることもそうですお店の集客のためにやってるためにというかまあ、集客になるかなと思ってやってることそういうこともですねこう続けていく必要があるなとで続けていってどうなるかっていうことですねだから検証するためにはですね一回やってどうやっていうのはそれは 検証にはならならいいととうことですねだから集客のために何かをするということであればその何かをし続けて結果どうなるかっていうのを見ていかないといけないので、えー、継続っていうのがすごくこう必要になってくるなというふうに考えます。だから あのー、糖質制限でもですねそのダイエットで糖質制限をこうしてで体重が落ちてきたなっていうところを見て糖質制限はいいっていう判断だけではなくてで,で,ですねその続けていくとですねやっぱり僕の場合だと炭水化物をカットしたことによって集中力が3日間3日後ぐらいに落ちる。糖質制限をしてていいって3日目ぐらいに 集中力が落ちるなっていうのを、えー、2週間か3週間続けた時に感じたんですねそうすると3日目に糖質を制限しないでですね、えー、炭水化物を取るようにしようというふうに考えて、えー、取ったらですね、あのー、集中力が戻った感覚になったそれは自分が思い込みでやってるのかどうかっていうのもまた見ていかなあかんかったんでですねやっぱりもう一回こう3日目にえー 取っていくでやっぱり下がってるっていう感覚があるんでやっぱりその炭水化物が体には僕にとっては必要やなとこれはいろんな意見があるでしょうけども僕は炭水化物を取らないっていうのはちょっと危険なんじゃないかなというふうに感じています。で僕はまあそれに加えて僕は炭水化物が好きなんでですね そこは積極的に取っっていいたらほんで体重が増えてたらまた問題なんですけども体重もしっかり落ちたというところでその、えー、炭水化物っていうのがこうエネルギーに変わってですねその活動をこう,こう集中してできるようになるんですけどもその炭水化物を取ったその、えー、炭水化物のエネルギーをちゃんと使ってやればですねあの何の問題もないと。 そういうこともですねこういろいろ続けていく中でこう分かってくることですよね。で、えーまあ、体の使い方であったりするんですけどもそのやっぱり続けていって、まあ、検証というかですねこうやっていってどうなるかって見ていくとですねやっぱ何ヶ月か後にあここまでできるようになったんやなっていうことが 分かるでできるようになることによって、えー、やっぱりこう続けていくという継続するということが結果につながるんやなという自分の実家になり自信になると。 ということはやっぱりその僕は自分が天才とかそういうことではないんでですね、えー、まあ言ったらただの凡人なんでやっぱり毎日続けることが必要なんだなんだなあということがこう分かるようになるんですねほんでやっぱりコツコツ続けることやなっていうことがこう しっかりと自分の中にこう頭の中に入ってくるという。それは、えー、言葉で言葉を聞いて納得するんじゃなくてですね、自分の実感としてやっぱ続けたら、えー、けあのー、結果が出てくると。その。 体の使い方、背骨をですね、背骨を、えー、壁につけるっていうねそれを背骨全部を壁につけるっていう動きがあるんですけども、えー、それがですね最初はね上の方の背骨がつくと下の方の背骨が浮くとか真ん中が浮くとかですねいろいろあったんですけども毎日毎日続けていく間に、ね、全部つくようになるとであある日ねできるようになるんですねあ全部つく つくような体の形が作れるようになったなということがこうわかったんですね。で、これはまあ検証というかま続けていくことによってどういう結果、えー、しっかりと出るんかどうかっていうのが分かると。で、やっぱり出るんやなということですね。で、空手の稽古でもで,ですね。えー、最初のは道場の、えー、稽古しかやってなかったんですね。あのー、最初というか今年の頭ぐらい。 は、えー、道場の稽古しかこうしてないという状態やったんですけどもだん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 家でもやろうとか肩だけはやろうとかこうやっていったんですけどどん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 その、えー、稽古をこう増やしていこうと思ってですねある日から毎日ね、えー、朝にその基本動作をまずするようになってほんで、えー、ジョギングした後には公園でこう稽古を広々とやるということをやってる間にですねやっぱりこの 自分のそののそスピードが上がが上ってるのが分かりまほん、ね、で体がこうしっかりとこう安定してくるその蹴りをやった時のこう安定感であったりとかですねそういうのがこう分かってくるんで道場稽古に行った時にそれが、えー、よりこう普段のこの自分の訓練よりもですね道場稽古の方が集中してるんでですねよりそのキレが上がってるというのがわかるんですね。であやっ とこうなってきたんやとそれも毎日毎日続けて例えば1か月ぐらい続けてくることによって動きほんで、えー、まあ肩の分解とかをこう分解してこう、えー、接近戦に強い五十、えー、流のねそのなぜ接近戦に強いかっていうことをこう、えー、目の前でこう見せてくれる先生が見せてくれてですねその動きのこう稽古をこうしていくんですけどもその時の自分の動きがですねこうスムーズにいくようになると。ほでバリエーションも 自分の中でこう攻撃されてこう受けた時に次の攻撃はどうしたらいいかっていうのがですね、えー、なんてかこう出てくるようになってしまう。 それも、ね、毎日その基本動作をすることによってその何、えー、てもこう前やった一つの動きこうしたらこう突きをするとかいう動きしかなかったこれもできるこれもできるというのが自然とこう出てくるようになってくるということでやっぱりこの継続するっていうことがまあ検証するというかそういうことが、えー、しっかりとこう 結果というかですね、その成長というかそういうことに結びついてくるっていうことがわかる。あと集客もですね、その、えー、自分のこう。 エネルギーを上げることによってそのエネルギーが高まることによってこう、えーそうですね、集客ができてくるんかどうかっていうために自分をこう磨き上げたりこう鍛え上げたりとかですね、えー、成長させるためほか、えーえー、いろんなことをこうやっているんですけどもやっぱりその,そのことによってですね、えー、お客さんが自分のこうなんていうんですかね自分の技術であったりいろんなものがこう提供できるような レベルのお客さんがこう来てくれるということですね。その、うん、だからエンタメ的な集客ではなくてですね、あのしっかりとそのお客さんが喜ぶ形をこう作れていっていると、でそのことによってこう集客がこう、えー、熱くなっているかなというふうに感じております。だからこういうのも全部ですね、こう。 えー、継続することですすね継続することがこう大切やなということを思っております。ということで今日はですね、えー、検証するためには継続が必要ということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。